はいどうも、突然の偏頭痛ミストです。はい、本日はですね、PN 牧場で育成すべきから15体紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして動画のおまけで、全財を PN 牧場を使って45にしていこうかなと思っておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。確率にね、できるとは限らないんですけどね、挑戦していきたいと思います。ではですね、まず PN 牧場が、いつまでなのかというお話なのですが、こちらですね。はい。12月16日の水曜日、午前8時59分までとなっております。ですので、まだね、ガチャポイント消化してないという方は、早急に消化していきましょう。これね、使い切らないと本当にもったいないので、ぜひね、やるようにしましょう。という中で、育成すべきキャラを私なりに15体まとめてきましたのでお話ししていきます。まずはですね、はい、こちらモルモト、まあ最近ね、常設キャラの新キャラとなったキャラですね。脳筋強化では大活躍してくれたキャラで、このモルモトくんも鉄仮面とカイドウというね、二次得になる筋特2つ持ってますので、今後全然活躍する機会はあるんじゃないかなというふうに思っております。もしかしたらキングアーサーとまたアイラちゃんと一緒に併用する未来が来るかもしれませんね。で、次2人目セイカということで、まあこれはもう皆さんね、もうご存知だと思いますが、アスレテースではほぼ必須級の彼女、最強彼女キャラということで、まあね、まだ解放進んでないという方は積極的に育成していきましょう。まだまだアスレテース高校も強いです。で、3人目リフターということでね、まあもう元祖というか、もう最初の方のアスレテースでは本当にお世話になったキャラですね。今でももちろん強いんですけども、レンちゃんの台頭でちょっと出番が減っちゃった感はあるんですけども、デッキによっては全然使えるキャラかなというふうに思っております。あんこちゃんの登場で一気に強化された、強化というか強くなったキャラですね。で、4体目ともえ、いやー彼女がね、アスレテースでも戦国高校でも猛威を振るってますね。特に戦国高校では二刀流キャラ、そして二種上限がかなりいい働きをしてくれます。まあ、デッキ編成で欠かせない存在になってくれてると思いますので、彼女もしっかりと育成してあげましょう。で、5体目、はい、ここから戦国キャラですね。千代姫ということで、まあ、メンタル練習っていうのがめちゃくちゃ強くて、得意練習率アップもあるということで、まあ、コンボもね、全財とあって非常に優秀なキャラですね。エピローグもあって金特2種取れる、しかも超高査定のね、ホームランボールと後ろコマル取れるので、まあ、しっかりとね、取ることができれば査定が一気に伸びますので、この千代姫も絶対に育ててあげましょう。はい、次全財、はい、もう戦国必須キャラです。はい、もう迷わず育成しましょう。はい、もう彼女については語ることはないでしょう。はい、次、軍司くん。まあ、ちょっと今のところ出番が、んっていう感じなんですけども、まあ、新キャラなんでね、まあ、一応揃ってあげて損はないのかなというふうに思っております。一応、守備上限持ってますので、まあ、まだパワープラ始めたばかりの方とかはね、まあ、守備上限枠で運用してあげるのがいいんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと軍司ね、私デビューガチでめちゃくちゃ出たんで、まあ、いずれちょっと、動画で強い選手作ってみたいですね。はい。で、次、レイリー。はい。レイリーはですね、人気投票で、トップ1、2まで残ったキャラですね。もう別バー来るのがもうほぼ確実視されてますので、通常バージョンがね、もう45、50になってるという方でも、しっかりと揃えてあげるのがいいと思います。絶対に後悔はしないでしょう。次が、レンちゃん。はい。レンちゃんもですね、別バージョンが出ておりますので、通常バージョンもね、めちゃくちゃ強いんですけども、別バージョンが今アスレテースで猛威を振るってますので、しっかりと解放の素材にしてあげるのがいいんじゃないかなと思っております。まあ、得意な性能をしてますので、今後もまだまだ出番はあると思いますので、はい。めちゃくちゃ強い彼女キャラですね。で、次、カイルくん。まあ、アスレテースの総力上限枠のキャラですね。まあ、一応、まだアスレテース高校のキャラも新キャラと言える立ち位置なので、まあ、それしてあげて全然いいかなと思っております。金徳も総力バーストと、査定値はかなり高いので、まあ、総力上限っていうのもね、まだ少ないですからね。今では阿久津くんがめちゃくちゃ使われてますけども、それ以外だとね、パッと出てくるのがあまりいないので、はい。まあ、
カエル君も座ってあげて損はないと思います。で次、今だからできる奥村ということで、はい、まあテーブルはめちゃくちゃ強いですね。肩守備練習で、うん、アスレティス高校でも相性いいですし、まあ筋トク独身術、そして休暇のスローも取ることができますし、まあ彼も今後まだまだ出番がありそうかなというふうに睨んでおります。で次、大和田、まあ、大和田もですね、メンタル肩練習ということで、戦国高校ではかなり使えるキャラとなっております。メンタル練習っていうのがめちゃくちゃいいですね。で能見さんと組み合わせてあげるとね、まあ、新勝負士が取れたりと、うん、なかなかねメンタル固めでいい仕事をしてくれるんで、まあ、大和田も全然、うん、一応金徳2種ともね二色にできるものを持ってますので使えるキャラかなというふうに思っております。で次が宇上くんということで、西条源ですね、戦国高校の、うん、なので、まあ、この宇上くんも今後の年末キャラとか出てきた際のデッキ編成でもしかしたら使えるかもしれないですね。うん、まあ金徳もまあ悪くない、エースキラーだったっけな、ですので、うん、まあどうかな、ちょっとねもう戦国の全財千代姫が強すぎてね、なかなかデッキに入る枠がないんですけども、はい、一応新キャラということでそらさあげましょう。で、最後、アーサーということで、もうこれはね、もう実装が確定してます。キングアーサーが来ますので、はい、もうできる限り、はい、もう PN、R、PR、SR とね、持っておいて、解放のね、素材にできる形を取るようにしてあげましょう。はい、もう、この好敵者アーサーは、まあ、当分の間必須キャラになるんじゃないかな。スタミナ練習改革はちょっとやばいですね。はい、という感じで、ざらっと15体紹介してまいりました。まだまだね強いキャラいっぱいいるんですけども、あまりにもキャラを発表しすぎちゃうと逆にねこの PL 牧場をすること自体が大変になっちゃうんですよ。時間もかかっちゃいますし、合成売却、そしてガチャをする、合成売却ガチャをするっていう行為にめちゃくちゃね、時間かかっちゃいますんで、キャラはねまあ、この15体くらいに絞った方がいいかなというふうに思っております。もちろんね、皆様のボックスによって、育成状況と全然違うと思いますので、このキャラを育てたいというキャラがいるのであれば、全然、そのキャラも育てていいかなというふうに思っております。まあ、あくまで私個人のおすすめ15体なので、はい、参考程度によろしくお願いいたします。はい、ざっと喋ってまいりましたが、こっからはおまけとして全財を45にできたらしていきたいと思います。それにあたってですね、戦国高校の PR 選択ガチャ券を取っていきたいと思います。はい、まあどうしてもねフレンドさんでねマンボアツモリとかね借りる都合上ちょっと前座のレベリングしておきたいんですよね。はい、なので取っていきます。テーブル自体は、まあ、45になってね、やばくないですか。はい、これデビューガチャとか分回して初ゲットですよ PR。 呪われてたな私のデビューガチャは。はい、という中で全然条件解放しなくても強いんですけども、デッキの平均レベルで戦利品のね、経験点が変わるというね、まあデータがありますので、まあそれを活かすために私は45を目指していきたいと思います。いや、ここに来て PR2 枚初ゲットはやばいですね。うん。まあ早くちょっと年末、もうガチャ出たら、このガチャ券たちをね、すべて解放したいです。はい。このお祭り動画もぜひお楽しみください。では、まずは PN2、じゃなくて R2PN を混ぜていきましょう。ちなみに、R に混ぜた PL、ん ?PL の R に混ぜた際の解放率は、他のね、プラグを混ぜた時よりも断然渋いです。いきましょう。まずは3枚。はい。おお、1いったね。1体2段階いってくれたんで、はい。ワンチャンこっち行ってみる?残した方がいいかな?いや、3% にかける。俺は 3% にかけるぞ。はい。ま、さすがにないか。ということで、PN が1体余りましたと。あ、1体じゃないか。これで、こっちですね。こっちに PN 使えますと。2段階行ってくれ。うん、まあ、いかないということで、こいつに R の破滑度を混ぜていきましょう。はい、こんな感じで。で、もう、アラカスト全部使っちゃいたいと思います。うん、ちょっともったいないんですけどね、常設キャラで。まあ、解放はね、勢いが大事だと思いますので、ガンガン使っちゃいます。本当は年末キャラに取っておきたいんですけどね。はい。アーサーに関しては十分な SR と速がありますので、PSR さえ抜ければ50にできる状態なので、アーサーに関しては問題ないですね。アイラちゃんがちょっと怖いんですけども、前座に投資していきまして、まずは2枚混ぜていきましょうか。はい。これでどこまで上がるか。まあ、3くらいは行ってほしいですね。はい。
もう一丁 OK。 さらに言ってしまはないと。じゃあここにまた R プラグを混ぜましょう。これで完成すれば嬉しいですね。お願いします。もう一段階。おお、ありがとうございます。 PR プラグは一つできました。でそしたら、うん、まあ R ハギは2枚しかないんで、これも全部突っ込みたいと思います。これでまあどこまで解放するかって感じですね。で残りの数値を、ピエラ活動で解放してあげると。これも3くらい言ってくれたら嬉しいですね。お願いします。うー、くっそ、マジか。まあいいでしょう、ここで渋いのはいいでしょう。次頼む。次神解放してくれればいいから。はい。でこれで今の全財が何本なのかと言いますと、37ですね。ダブル2段階解放してくれたら45になります。はい。かなり厳しい戦いなんですけども、お祈りください。奇跡が起きれば45になります。行きましょう。強化する!お願い!君を使いたいんだ。2、もう一丁!よし!終わってくれ!あー!まあしゃあないっすね。そんなうまくはいかないということで、皆さんも、もらったと思います。こちらの選択ガチャ券使っていきたいと思います。どこ使おうかな。こっちかこっちなんすけど、いやー、いや悩むねこれ。いやどっちにしよっかな。あのね、こっちで言うと全財千代姫あんこ以外は50なんですよね。でこっちで言うと、戦国キャラ以外は50ですね。戦国キャラを取るか、まあ限定キャラ。まあ、甘ねあんこ、あんこも50になってないから、甘ねは別バージョンの可能性あるし、こっち使おうか。こっち使いたいと思います。はい。よし。これで一応、現在は45にできました。ということで、サクセスで運用していきたいと思います。まあ、ぼちぼち解放は普通くらいの解放でしたね。良くもなく悪くもなくみたいな解放でしたけど。まあ、こんな感じでね、PN 牧場は少しでもね、解放の手間を、省かせることができると言いますか。まあ、博士像のね、使用とかも、ちょっとは短縮できますので、ぜひね、牧場忘れずに皆さんやるようにしましょう。といった感じで、今回の動画は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you!